市内には名所、旧跡や公園、四季折々の美しい風景、川のせせらぎなど安らぎや元気を与えてくれる数多くのスポットがあります。 Kルートはこうした市内の魅力的なスポットを一本のルートとして結び、ウォーキングやサイクリングなどに利用することができるルートです。皆さんは K ルートを歩いたことがありますか？今回から私高橋満が実際に K ルートを歩きながらその魅力を紹介していきます。今回は森蘭丸ゆかりの城下町、美濃金山城跡を巡るコースを2回に分けて紹介していきます。城下町ということで歴史的なものにいろいろと出会える予感がします。このようにカメラも持ってきちゃいました。それでは皆さんご一緒に K ルートで行こう。これいいな。すごい石畳。
皆さんの住んでる町や身近な場所にも素敵なところってたくさんあるんですよね。ぜひ皆さんも自分の足で歩いて見つけてみてください。今回の K ルートで行こう、いかがでしたでしょうか。次回はこの金山コースの後半を巡ります。どうぞお楽しみに。